どうもです。つくもやよ。1月27日。いやー、今日はややこしい日やね。一粒万倍日と不成就日が重なっとるわ。一粒万倍日いうのは、そのまま一粒が万倍になるいうことで、不成就日いうのも、そのまま成就せえへんいうことや。ほんで、六曜は全部、何事も控えめに、午前は今日で、午後は吉、時間は木の絵、樹木を表す陽の木、樹木の芽がまだ土から顔を出さない状態を示しとる。十二支はね、ネズミやね、陽の水、万物が地下で滋養しとる状態を示しとるよ。ほんで、この十巻と十二支の組み合わせを音陽五行で読むと、水晶木、木は水に養われるいうことで、創生、物事が順調に進むいうけや。一粒万倍日で、不成就日で、しかも全部やのに創生って、もうえらいややこしい日やね。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。